はい、どうも。で、今日なんですけど、もうタイトルの通り、その欠陥住宅の一番の原因は世襲にあると思います。で、これももちろん大前提として、ハウスメーカーが施工不良したと。じゃあその責任は、ハウスメーカーあるやろっていうね、意見がある方はもう重々承知、重々承知ですよ、それは。でも、このハウスメーカーを信じて建てたのは、選んだのは誰か。なんですよ。もうこれはもうどうしようもないですよね。だからこの、僕が確かに動画出して、まあ怒ってるんですけど、まあね、悲しい、怒ってるというよりは悲しい、悲しいです。一番はこれ悲しい。信じて、でここしかないって決めて、で、こういう結果になって、で、まあ、あまり良くない対応されて、それがまあ悲しい。でも選んだのは自分。なので、まあ結局自分が悪い。これがね、じゃあ、ハウスメーカー側が悪いと。買いましたけど、今。ハウスメーカー側が悪いと。自分は悪くないと。思えば、思って、次に行かせる人だったら全然、それでいいと思うんですよ。でも自分は、じゃ自分が悪い、と思わなかったら、なんか次に行かせないような気がして、あ、でも、ハウスメーカーが悪いわ、って。だけだったら、もう自分の意見ですけど、自分は、なんか、また同じような、もう家を建てることはもう、正直一生ないと思いますけど、ないんですけど、まあこういったね、何か、同じような場面に、出くわさんとも限らないと。じゃあこの経験を、じゃあ、生かせるのか。ってなったら、僕の場合はやっぱ反省しなかったら、まあ、自分が悪いって、自分が選んだけどこういうことになった、それは自分の責任であるって受け止めんと、なんかもうまた、まあ、騙される、まあ、騙されてはないんですけど、まあ、騙されたようなもんですよ。またこうやって、まあ、体のいい言葉で、気持ちのいい言葉で、泳がされてしまうのかなと。で、この家を建てるまでに、まあこれ、どれぐらいの時間を要したかっていうのは軽く説明したいんですけど、建てようと思ってから、そうですね。家を建てよう。よし、建てようって思ってから、まあ、僕は、ちょっと、まあ、軽くね、ネットとか、まあ、その時は建て売りとか、チラシとか、まあ、いくらぐらいなのかなとか、建てた人の、まあ、ブログであるとか、そういったもので、まあ、本当全然家のことに関して分からなかったんで、ゼロスタートだったんで、まあそこを、まあ、半年間、調べました。でも、これみっちりってわけじゃないです。まあ、ざっくり。まあ、見ながら、スマホでシュッシュッって見ながら、まあ半年。で、まあ会社の人とかに、まあ、チラシ、
家に関するチラシ建て売りとかですよねのチラシがあったら、まあ、持ってきてほしいなっていうことを伝えて、でまあチラシとかを見ながらネットとかを駆使しながら、でまあ、あ建て売りだったらこれぐらいなんやとかっていうのをまあまあざっくり半年間、うん、まあ、調べるというかいう感じで置いて、で、あ、じゃあまあよし、もっと固く、あ、もう立てるってなってからですね、立てるってなってから僕は1年間勉強しました。うん、それはもう家のもう本当に基礎的な構造であったりとか立て方であったりとか、まあ、どういう材質ね、どういう木、僕のは木造なんですけど、まあ無垢なのか修正なのかとか、まあ無垢だったらどうヒノキなのか赤松なのかとか、まあいろいろ赤松なんかな、合ってるかな、よくわかんないけど、わかんないよ、うんうん、だから無垢か修正かぐらいですよ。うん、うん、で僕はちょっと断熱にこだわりがあって、まあ、断熱は発泡なんか、まあ、グラスウールなんか、まあ、それとも、断パックなんか、とか、いろいろ、調べて。で、本当に、基礎の基礎は、うん、もう勉強したんです、1年間で。で、それで、まあ、なんだろう。こっちたちはこうですよ。騙されるもんか。一体御社はどういった木を使い、どういった建て方をなさっているんですか。え、通材法ですか、軸組ですか、在来。なるほどと、ほうほうと。まあ営業マンが言った言葉の 100% 分かるっていうわけではないです。もちろん素人なんで。ただ、8割方、8割、9割、うん、のことに関しては、もう、まあ、分かるんですよね。うん、何を言っとるかとか。ぐらいは、まあ、勉強しました。これ多分もう、立てる人は大体、もう勉強しとると思うんですよ。もう一生に一度の買い物なんですか。そら、もう僕なんて勉強しとる人に入らんと思うんですよ。ただ、その、本当営業マンさんには、あ、よくご存知ですね。とは言われました。一応、リップサービスで。言われるぐらいの、まあ、知識量です。一般人よりは、ちょっと上ぐらい。です。でも、もうそれでも正直騙されるというか、こういうことになるとは全く思ってもなかったですよね。うん、だって自分は勉強してるんだから、自分の目をごまかすなんて無理だろうっていう自負ではないですけど、うん、まあかましてたんでね、まあ、こういう知識ありますよと、うん、騙さないでねじゃないけど、まあちょっとジャブを打って、全然知らんわけちゃうぞっつって、うん、素人やけどなめんなっつって、シュッシュッっつってやってたんですけど、うん、結果これですよ。結果ほんま、うーわと、もっと足りんかった、いや足りんかった分かっとったんですよ、足りんかった分かっとったんですけど、まあちょっとね、補助金とかの兼ね合いで、もうね、補助金とかで建てるなって話ですけど、まあ、僕も年齢がちょっとね、いい感じの年齢だったんで、まあ、年齢のこともあるし、まあ、今の時期的にも問題ないし、お金の面も、まあ、いいところまで来たかなっていうところで、で、あ、まあ、いい機会だなと。ここで踏み出すかということで、うん、
急いだっていう自覚はないんですよね。そのじっくり考えたなんですよ、自分の中では。本当に流されたつもりもないですし、もうハウスメーカーで言ったらもうほぼほぼこの県内のところだったら、まあ大半有名なところはもう大半回りました。その今僕が建てたのはその地元に根付く、まあ地元では有名なハウスメーカーで建てさせてもらったんですけど、まあそういうところも他の地元の有名なところも行きましたし、全国展開してる大手のハウスメーカーさんももちろん、まあ、行かせてもらって、その中でまあ選んで、ここやなって自分が選んだんですよ。ではこういう結果になって、まあ、何が言いたいかっていうとですね、ほんまもう自分が悪いってことをもうただひたすら主張したいだけです。ただ僕以上にもちろんね、施工不良があったりで悲しんでる人もいると思います。逆に僕より小さいことでも僕より悲しんでる人もいると思うんで、この施工不良の代償では言ってないんですけど、まあ一個人としてね、剥がれたっていう基礎モルタルが、基礎の化粧モルタルが剥がれた、完全に僕は欠陥住宅やと思ってますけど、その一なんだろうな経験者として、まあこれが起こってしまった原因は結局は自分にあるということをめちゃくちゃ長い尺でまあ絶対にここまで見とる人はまあいないですよ。いないと思うけど話させてもらいましたよ。もう話したい、聞いて僕独身やねん、聞いてっていうことですよ。では